こんにちは、国本佳代です、えー。今日はクリスマスに飾りたいヘラジカを作りたいと思います。猫ちゃんの場合はこのカットの仕方と顔の位置で決まったんだけど、今度、ヘラジカさんはちょっとこう、なんていうのかなあ斜めに斜めに切ろうと思います。 こんな感じに斜めに切ったら、猫ちゃんと同じような感じでえっ、ー、と合体させていくんですけど、お尻の形だけちょっとちょっと丸く低く作っておくと可愛いです。はい、こんな感じに合体させます。猫ちゃん見てみてください。わからない人は？合体させると中が空気が入っているので潰れることはないんですけど、ぎゅっと押さえないように優しく使って、それからあの全体の形を。 この木,木,木じゃなくても別にいいんですけど優しく叩いて締めながら形を整えてあげるんですねその時にこうどんなふうに首つけるかとかあのお尻の形はこれが可愛いとか考えてつけてみてくださいはいそれが終わったら尻尾です尻尾こんな尻尾でよかったのかしらよく分かんないんだけどこんなふうにつけてみましたまあヘラジカ 実,実際見たことなないのでであれなんですけど今度 <laughs> ちょっと転がしまくってますけど今空気を抜きながらちっちゃな顔をえっと丸々作ってます長細くて馬みたいなイメージなんだけど <laughs> ちょっと漫画っぽいかなでもこんな感じでこうペンペン叩きながらイメージを作ってみてください。 顔があるものって顔が命ですね。ですからちょっと自分に似ないように作ってみようかな。でも結局は似ちゃうんだよね。なんとなくちょっとんこんな形かなって思ったら今度、えー、鼻、鼻と目をあと口かな作っていきます。えー、鼻はもう用事でちっちゃい。 形の大きさなので鼻は用地であんな風に開けましたで、目も開けていきますよちょっとあの恐れずにグッといった方がいいかもしれないねこう目もこんな辺かなって思ったらグッと入れる感じ最初からグッといくよりはちょっとこの辺かなっていう様子を見てグッと入れてあげるといいと思いますどんなもんですかねはいそしたら今度こうイメージしながら ここにこうくっつけるぞみたいな感じなんだけどどうよ今度口ね口ももういい加減んねこんなもんかなですねいつもこんな感じの口してるのかなってえまずはそれこそ絵じゃないけど当たりを取ってヘビみたいな顔してるよねこれなんだか知らないけど横から見るとでもまあ よしとする。外、え、落、ー、形を取ったらきちっとしっかり口元、えー、口角というんですか口角をしっかり入れて少しはっきりわかるように彫ってあげてください。口角はしっかり。なんでもあるもので済ませちゃうからその辺の竹串で。 お料理用の竹串でやっている私です。どうですかね。こんな感じで出来上がりました。これをどうつけるか。私はやっぱりちょっとそうだな。こっち向いてる感じとか。うん、これは真正面ですね。真正面だとこんなふうにつける。えー、横向き、今回横向き。 こんな感じに作ってみようかと思っています顔をつける時の前にですねやはりちょっと、えー、つけちゃうといろいろやることがあの面倒さくなるので、えー、綺麗にちょっと体も撫でて気になるところは修正しておくといいと思います本体を切り落とした時の粘土を使って今度はヘラジカの角を作りますこれにつくわけだから起きるほうがいい こんなもんだろうなうん少々お待ちくださいって感じだよねこんなもんでいいんならこっち側でシュパッと切る。てシュパッと切ってうんいい加減だよね結構いい加減ですけど こんなんでいいんじゃないかなって思いますがもうちょっとけいいまあよしとするこういったらといってちょっと細身かなこの,このこのやつはよし こうやっっっててて形を取って切っていきますまあ、うん、左右が対象のようで対象じゃなくていいんじゃないかっていうふうに思うのでえまあいい加減んあとやはりヘラジカは見えこうその角がすごいから角は 若干やっぱり大きめの方が面白いかなって思ってちょっとバランス的には大きく作ってみてるんだけどどうだろう切り落とした後はやはりちょっと自然な感じにこう撫でておいた方がいいかな。こんな風に形をどっちにしろ後で綺麗にするけれどこんな感じかな作ってあげて。 これで随分と雰囲気違ってくるので、まあ、これはこれかなみたいな切りっぱなしじゃなくてこうやって少しで右と左だからこんな感じかなこれがこうつくとしたら。

でう,う,う,うんどんな感じに顔がついたほうがいいのかなちょっとまっすぐ行ってみましたけどいかがなのかちょっとちょっとこんな感じじしてもかちょっとこんな感じに顔が おなかいさんの頭のこの後ろに角をつける。よいしょ。やっぱり自分の方に向けないと角をつけるはつかないですね。こっちがいいか。どんな感じがいいか。もう少し短くてもいいのか。これでも全然違った雰囲気になるのでどうだろうね。ちょっとこっち側喋ちないねって。 山の後ろを、ジョリジョリやって、で、ここもジョリジョリやって、で、シートをそれからこっちにつけて、こっちも、 らえる。こういうイメージしうかな。少しちょっとこんな感じかな。<laughs> 角の付き方で全然雰囲気が違うっしょ。ほら <laughs> どうしようかな。まあ、これはこれでいいかな。ちょっととぼけてるけど、まあよしとするって感じでしっかりつけましょう。 こんな感じにでもし耳の耳のというか耳がいるのか耳なくてもいいか耳ってあるんだっけ <laughs> 耳が必要な場合はつけてみてくださいなんか角みたいになっちゃうからちょっとやめてもうこれはこれででこのヘラチカさんのこの角がちょっと気になる場合はこう紐状にしたやつをここでつけて補強しとく。 そうん、ここすると安心感がね若干安心感が出て。 首のところも気になるようなら同じようにプラスアルファしていきましょうかね。はい、こんな感じに出来上がりました。空気穴を忘れないように開けておいてください。破裂しちゃいますよ。<laughs> 空気穴を作って、これはこれで可愛くできました。いかがですか？何匹も作ってみました。 チャンネル登録もよろしくお願いします。